こんにちは。生活保護について、ご関心のある皆様、速稼塾の子でございます。私ね、新生活保護の、YouTube を撮り始めて、皆さんからね、コメントをかなりいただきました。気がついてみると1000件以上のコメントをいただいてたんですよね。それで私はこれからですね、令和新選組の山本太郎さんにも、質問状を出していきたいと思いますし、実際に、街頭演説でね、手を挙げて前みたいに質問してみたいと思うんですよ。そして自民党の本部の方にもね、伺って、生活保護に対して提言をしてみようかと思います。その他、視聴者さんからのいろんなね、コメントをいただきまして、それをまとめて、いろいろとお話をしていこうと思うんですよね。で、その前にですね、私自民党の中で西田昌司さんって方がすごくね、私すごく注目してるんですよ。で、応援もしてるんですね。で、西田昌司さんが一問一答っていうコーナーを YouTube でされていて、かなり更新頻度も激しいんですよ。で、その一問一答っていうコーナーでは、視聴者さん、有権者さんの質問にきちっと答えてくださる、そんなコーナーがあるんですよね。で、私もこのコーナーを活用して、とりあえず自民党の本部に行く前に西田昌司さんに生活保護についてちょっと話を聞いてみたいなと思うんで、質問状を送ることにしました。西田昌司さんのホームページにはですね、有権者さんからの声をお届けくださいというコーナーがありますので、そちらにメールを送ってみようかと思います。ということでね、メールの文章を皆さんで一緒に読んでいただけますか。画面切り替えますね。はい、名前が隠居 TV 久保哲郎、メールアドレスが書いてまして、こういうふうになってます。西田先生、いつも拝見しております。今回は生活保護制度について質問です。私自身最近まで知らなかったのですが、生活保護制度による支給額があまりにも低く、とても健康で文化的な生活を送れると思いません。現在地方では10万円未満、都市部でも15万円に満たないそうです。実際に1000件以上の当事者からの話を独自に聞いてみたのですが、切り詰めて我慢して肩身の狭い思いをして暮らしているそうです。でも西田先生の MLT の話を聞いていると、この生活保護財源が税金の分配ではなく国債によってもたらされると考えることができます。つまり生活保護受給者の方が肩身の狭い思いをする必要もなく、納税者が生活保護の支給額に対してとやかく言う必要もないと考えますが、いかがでしょうか。ちなみに最低賃金の変化や増税、携帯電話の一人一台時代の到来などを考えて、生活保護制度の支給額も令和時代に見合ったものに改定すべきだとも思います。私のモデルですと最低30万円は必要だと思っています。以上、今後も応援しています。いつか西田先生にお会いしたく思います。よろしくお願いします、ということで書かせていただきました。はい、これをですね、これから送信しますけども、皆さんもね、こういうふうに、声を上げることって、そんなに難しくないんですよ。とりあえず、いわゆるね、くすぶっていないで、その権力者の方、もしくは権力者に近い方に、どんどんね、自分の思いを伝えていきましょう。これまでもね、ずっと申し上げましたけども、官邸にメールもいいんですけども、自分の考えに一番近いね、国会議員の方って必ずいるんですよ。ただ知らないだけなんですよ。その国会議員さんに、やっぱりね、応援するということと、自分は有権者であるということと、自分の代わりにね、この声を届けてほしいということをやっぱりね、伝えていくことだと思います。どちらかというと菅総理、麻生財務大臣は私たちの考えの反対側にいるんですよね。ですんで、提言をしても通らない可能性の方が強いわけですよ。でもやっぱり提言した方がいいですけどね。でも私たちの考えに近い人、これ必ず自民党の中にもいますから、そういう方に働きかけることによってね、その人の選挙地盤を作ってあげるという意味もあるんですよね。そうすると有権者の明確な声っていうのは、その方に届くと、そういうふうに国民の声がありますよっていう形で動いてくれます。で、国会の中でもね、質問もしてくれると思いますし、どんどん自分の考えっていうのが政権に影響を及ぼすんじゃないかなと思います。私たちができることの第一歩っていうのはこんなことじゃないかなと思うんですよね。それではね、今回は生活保護のことについて西田昌司さんにメールを送ってみました。もしね、西田昌司さんの一問一答のコーナーで答えてくださることがあるとしたら、また紹介したいと思います。では、いってらっしゃい。